はい、お疲れ様です。 MFD 神戸池チャンネルです。今日はですね、いつもと違った形の動画を撮っていこうと思ってます。キャプチャー動画っていうんですかね、インターネットの画像を見ながらですね、動画を撮っていきたいと思います。でそれにはちょっと理由がありまして、スズキの、海外のサイトですね、グローバルサイトで、ニュースがこれ上がってるんですね。でそこにすごいことが書いてありまして、今日1月の27日なんですけども、これが、21日に発表されたニュースですね。ただこれ日本のサイトだと、このニュース出てないんですね。で海外のサイトなんですけども、これをちょっと読むとですね、スズキは、スズキモーターサイクルグローバルサロンを、やりますよ。2月5日からやりますって書いてあるんですよね。でグローバルサロンどんなものか、モーターサイクルショーみたいな、ディスプレイ展示されてるバーチャルですね。で、要はモーターサイクルショーっていうのが海外日本を含めてやっぱりコロナ禍の中で開催できなくなっているので、ウェブ上でやるっていうことだと思うんですよね。で、それがですね、2020年モーターサイクルショーがなくなった時に、鈴木さんウェブでこれ、鈴木ウェブモーターサイクルショーっていうのを公開したんですよ。で、ここでですね、ショー限定のモデル、新型モデルを詳しく紹介しています。このサイトね、まだあるので、もしよかったらこれもう見てください。概要欄に一応貼っときます。でね、これクリックするとですね、これすごいよくできてるんですけど、鈴木に代表メッセージ、MotoGP、ジクサー、SF250、これファンショップ、オンラインショップですね、ジクサーの250、V ストローム1050、GSX-R125、R1000R、これ100周年記念のカラーですね。で、カタナのアンケートとかもやってましたね。で、これ、この前、予約で限定100台で、ウェブ予約という形で発売されたやつですね。この赤いやつ。はい、こんなのをやってましたね。これちょっとクリックしてみようかな。はい。で、これで、カラーアンケートとかを多分皆さんね、やっていただいた方もいると思うんですけども、こんな感じのサイトですね。で、これ、ジクサー250。これ、開発者のインタビューとか、360度ビュー。こんなのあるんですね。これ、YouTube の動画に飛んで、で、紹介してる感じにはなってるんですけど、これスタイリングとかもね、こうやって見れるようになってますね。はい。こんなやつを2020年、鈴木ウェブモーターサイクルショーというのを鈴木がやってたんですね。で、おそらくこんな形のものだとは思うんですけども、それが、スズキモーターサイクルグローバルサロンですね。で、そのニュースの中で、やっぱり一番気になるところ、今日動画を撮ってる理由はこれなんですよ。これ、ニューモデルって書いてありますね。で、スズキの今年出るニューモデルというと、鈴木といえば、はやぶさですよね。これね、絶対はやぶさだと思うんですよ。これ、はやぶさが、2月の5日に、グランドオープンする、このサイトで、発表になると見て、間違いないと思います。ということで動画を撮ってるんですけど、で、1月28日から、
このサイトが本格的に、オープンするよという形になってるんですね。で、なんか登録をしなきゃいけないっぽいので、登録をすると1月28日、登録をするのが多分1月28日から始まるんですかね。で、グランドオープンが2月の5日。だからその間におそらく何らかの動きがあるはずなんですよ。例えば最近流行りでね、行くと、ティザー動画とかね、そういったものも、各メーカーやってるので、そういったものが明日ぐらいから出てくるかもしれないですよね。1月28日。すごい、僕もね、楽しみにしてるんですけど、で、これはニュースなんですね。ニュースで言ってることで、ニューモデルもありますよ。って言ってるんですけども、こっちが、実際のスズキモーターサイクルグローバルサロンの、サイトですね。で、ここにこんな感じでね、あるんですけど、1月28日8時。ただこれ8時って、日本時間じゃないと思うんですよね。多分海外のサイトなんで、海外のどこの8時かはわからないですけど、1月28日からスタート。グランドオープンが、2月5日。なので、この間で多分徐々に、公開、いろいろされていくんじゃないかなと思ってます。なので、新型のね、はやぶさ、例えば今、はやぶさに乗られてる方なんかも、もちろん興味あると思いますし、新型のはやぶさ、興味ある方ね、皆さんちょっとチェック、これしてみてください。一応この URL は、概要欄に貼っておきますので、もしよければ、クリックしてね、飛んでくれればと思います。で、アプリケーション、Windows とか、そうですね。で、新型のハヤブサの情報なんですけど、一応ね、うちの常連さんとかでもハヤブサ乗っていただいてる方が、たくさんいて、新型のハヤブサの話はね、よく出るんですけども、今までね、スズキで例えば新型が出るってなった時に、正直ちょっと早めにね、情報はスズキの方からもらうことができてたんですけど、今回このハヤブサに関してはもう全くね、情報入ってこないんですよ。スズキ側も、一営業マンまで情報はこう伝えてないみたいなんですよね。だからスズキの社内の中でももうかなり少人数の人しか知らなくて、しかもかなり厳重に、情報管理されてるみたいですね、はやぶさの方は。なんですが、一応、情報としては、フレームとかエンジンとかは、基本のプラットフォームはやぶさの荷型っていうんですかね、そこがやっぱりかなり完成されてるもので、もう数年前からね、はやぶさのターボとかね、そういった話も聞いてはいたんですけど、結局いろいろ試した結果、おそらくその2型のものがね、完成度がかなり高いということで、いろいろやった結果、そのプラットフォームはほぼそのまんまみたいな感じですね。ただ、アップデートはかなりされてるみたいなので、エンジンの中身とかですね、その頃の、最高峰の技術から、もちろん今のね、最高峰の技術っていうのは、かなりまた進化してるので、例えば材質だったりとか、いろいろ変わってるんだと思います。で、電子制御がいろいろ入ってくるっていうのは間違いないみたいですね。で、ただね、価格に関しては、おそらくかなり抑えてるみたいなので、電子制御でいくと、おそらく、間違いなく入ってくるのは6軸とかですね。あと、クイックシフターオートブリッパー、
そこら辺は間違いなくドトラコンとかですかね、まあ、そういったものは入ってくるんでしょうけども、電子制御のサスとかはまあおそらく入ってこないだろうと思います。あの情報が全然降りてこないので憶測でしかないんですけど、おそらく入ってこないんじゃないのかなとは思います。でね、まあ言っても2月5日にはまあ情報が多分わかるとは思うので、あのぜひこのサイトをチェックしてみてください。でおそらくそのうちですね、日本のサイトとかでもこれまあリンクされるようになるとは思うんですよね。で明日1月28日から2月5日までの間に何らかの情報は多分出てくると思うので、はい、その概要欄に貼ってある、鈴木モーターサイクルグローバルサロンですね、これぜひチェックしてみてください。はい、ということで、あの今日ね、ちょっと変わった形の動画になってますけど、要はこれを見てくださいと、はやぶさ、新しいのが多分出るはずなので、まあ、僕個人的にもねすごい楽しみにはしてるんですけども、あとはあれですよね、形がね本当に情報降りてこないので全然わからないんですけど、例えばですね、まあ鈴木、はやぶさ、2021とかですね、まあこれで検索して、画像検索とかをすると、まあ結構いろいろ CG がもう出てるんですよね。これはでも、鈴木があんまり情報を公開してないので、どこまで近いものかっていうのはちょっとわからないですけど、これはあれですよね。鈴木が昔モーターショーに出したものですよね。そうですね。これとかもね、こう結構かっこいいですよね。こんな感じ。だったらいいですね。結構ね CG でいろいろ出てるんですけど、でもみんな、似たような形にはなってるので、おそらくこんな形で出てくるんじゃないのかなとは思います。ここから大きく外れるようなことは多分ないと思うんですよね、これあのうちの名古屋店の YouTube ですね。はい、まあおそらくこうこんな感じなんじゃないのかなと思うんですけどね、はい、それももう間近発表されると思いますので、ぜひ鈴木モーターサイクルグローバルサロンですね、これをぜひチェックしてください。もう1月28日から始まるので、これをチェックすれば何らか情報は出てくると思います。ということで、今日はですね、鈴木モーターサイクルグローバルサロンの話と、新型のハヤブサの話ですね。で、また情報がね、いろいろ入ってくれば、まあ、SNS とか、あと YouTube とかでも、まあ、発信できると思うんですけども、まあ、とにかくちょっとね、楽しみですよね。まあ、最後までご視聴いただいた方ありがとうございました。チャンネル登録とね評価の方も、できればお願いします。ということでまたご視聴いただければと思います。それではお疲れ様でした。